なんと何年ぶりだろう、結婚して以来だから7年ぶりぐらいに渡部ウェディングさんのドレスを着ます。まだ似合うかなとある雑誌の表紙をちょっと飾らせていただけるということで、プレスアップしていきたいと思います。身を引き締めて、身を引き締めて、気を引き締めて今日も過ごしたいと思います。じゃーん指輪とかって結婚指輪しとくのかな。私結婚指輪なくしたんです、この間。キーボー君に、キーボー君ごめんって結婚指輪なくしちゃったって言ったら、なんて言ったと思う。俺もなんかこのデザインちょっと飽きてきたし、新しいの買いに行こうって言ってくれたの。優しい。もう一回結婚式したい。しましょう。したいね。え、来てくれる？もう行く。行きたいです。サービスしてくれる？ド派手にやる。ド派手にクラブみたいコロナがね、落ち着いたら、うん、めちゃめちゃ好評です。今出てよかった。はい、させていただきます。はい、お願いします。すごい、エレガント。その年によって流行りのドレスってあるだろうけど、今年はやっぱ服と一緒で、こういうパフスリーブっていうかね、ショルダーにすごいさ、ボリュームがあるのが流行ってた。お金で買いたいお金を出すので、はい、今回はウィディングドレスにお金ですべての皆様っていうところにインタビューをしていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。今回撮影でウィディングドレスを着用いただいたんですけど、はい、感想をぜひ教えてください。もう結婚して今年で7年経って8年目の時期なんですけど、7年ぶりにウェディングドレスを着用させていただいて、すごい写真に戻ったと思います。夫婦生活とか家族との生活とかで、お仕事とプライベートの充実、気をつけてらっしゃることってあったりしますか？私たちはいい意味でこう境界線がなくて、スイーツのオンオフが全くないので、常に仕事の時も家族のこと考えるし、逆にやっぱり夫婦で一緒の仕事の時もあるので、なんだろうな、裏表を作らないっていうのは夫婦の中でルールじゃないですけど、お互いに面白いのかなと思います。終わりました。無事に巻いたね。来ましたね。いやー、すごい楽しかったな、ウェディング。